こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビターを始めていきたいと思います。はい、今回は高知チマントスとの準決勝戦ですね。高知チマントスとは20節で戦って2対0で勝ってます。全公式戦は終了してますので、この状態で戦っていきたいと思います。いよいよ戦いの時、東京スカイヤードアリーナ、クラーカリワーズがトトではリードしてます。勝ったら決勝戦です。さあ、きっちり決めてほしいところ。もう公式戦は全部終了してますからね。うまい、くるみ、ナイス。さあ、緑、スランプに陥り始めてるかな、緑。矢淵、これは一旦危機を出しました。くるみに渡った、ソクラリスですね、これは。さあ、緑、取りきれない。逆に相手にチャンスを渡してしまっているぞ。うまい、クライスを家に出しました。ちょっとこの判断はどうなのか。サチコナイス。さあ、7個かな。再度サチコへ、センタリング、緑決めた。選手権攻めを、そうですね、追加点を確実にもぎ取りたいです。これはセンタリングした幸子を見事でした。したんだ。フィッシュー。松木。相手のプレッシャーが結構高くなってます。さあ、くるみ。ミロに。バーに嫌われている。逆に相手はピンチ。慌てて戻りますが。松木はキャッチ。2回チャンスあったんですけどね。早いです、相手も。さあ、うまく幸子に抜けて。さあ、これはスローインです。最後のチャンスでしょう、前半は。綾香、決めた !2 点目。踊ります。いや、素晴らしい2点目。7個が上げて決めたのは綾香でした。
い、前半終了です。いい流れですね。ちょっと変えてみましょう。これだけやってみます。かなり前線前に出てる感じはありますね。さあ、マドカどうする？マドカ直接決めようとしている。はい、そーっとナーコは飛び込んできた。2対1を抜けて、ミロにチャンス。惜しい。ミロに取りました。さあ、おっと、ゴール前を持ってきて3点目決めた。素晴らしい。一瞬相手の守備がひるんだとこを狙いました。守備も追いつきません。さあ、理想的。さあ、入球をもうリオに変えてしまいます。交代枠使い切りです。さあ、相手は当然攻めにかかるでしょうね。さあ、時間との戦いだ。くるみと緑取りました。さあ、くるみから奈々子へ。奈々子翻弄します。すごい。さあ、出ましたね。さあ、もう完全なパワープレイに出てますよ、コーチジマントス。緑速い。くるみがいっとパス、ファールか。さあ、キアリン。夏希が直接キャッチ。点を決めさせません。マドカ？さあ、ここ緑だ。ゴール！あっと、くるみ。くるみのどうもスランプが止まりませんね。決勝戦もありますからね、勝って。上げたとしても。おっと、危なかった。しっかり落とします。おっと、縦パス、隙を突いた。逆に相手をピンチ。朝比奈に一気に上げ上げます。今の夏木横飛び。さあ、ほとんどもう時間ないです。試合終了です。フラワーカリバーズジャパンカップ決勝戦進出です。もう最初のチャンスだったんですが、しかし前半21分、さあ、チコから緑が見事なボレーでしっかり決めました。まずはフラワーカリバーズ先制です。厳しい動きからキッチンなつきやキャッチ。良いチャンスあったんですが、バーン行き合います。さあ、前半終了直前です。決めたのは綾香でした。奈々子のスローインを綾香。さあ、奈々子、これすごいですね。奈々子の突破力。緑タッチチャンスだと思ったんですが、わずかにバーへ。しかし後半14分、これは
守備がもうどうしようもないっていう感じですよね。3人ついてるんですけど、4人か近づいて確率いきました。この7個を見事、さあ緑から、またしたんです。くるみがなかなか決められない。これ直接な付き合いキャッチ、こうですよ。くるみね、センタリング、これ決めてほしかった。このくるみのちょっとスランプがどう響くか、決勝戦が気にはなるところです。ボールは圧倒的、シュート数も圧倒的ですね。完勝と言っていい内容じゃないでしょうか。3対0で勝利いたしました。はい、課題を4ついただきました。さあ決勝戦はですね、エルドナード・ウォッシュですか、リマス大阪を破ってエルドナード・ウォッシュが決勝に乗ってまいりました。5位のチームですね。強くないかもしれない。まあしっかり勝ち上がって、まあよくリマッセ大阪に勝てたな。決勝にしっかり優勝を、2回目の優勝を取りたいと思います。ではありますが、応援といえばチャンネル登録で、もうしていただいたら非常に嬉しいです。今1000人を目指しております。あと80人ぐらいで、1000人達成できます。ぜひご協力よろしくお願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してますので、よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。というわけで、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。